グループリーグ突破なるか。どうも、コアロン監督でございます。さあ、 FIFA19 マンチェスターシティでチャンピオンズリーグ制覇を目指すこの企画ですが、現在のところマンチェスターシティ絶好調です。4試合を終え勝ち点10のグループ1位に立っております。順位表の方をご覧ください。現在ですね、2位のホッフェンハイム、そしてリオンが勝ち点6ずつということで、この試合ですね、リオン戦に勝つか引き分けるかで、まずはグループリーグ突破が決まります。この試合もゼガヒでも勝ち点が欲しいところです。さあ、前節のシャフタールドネツク戦を受けましてですね、たくさんの方からコメントいただきました。まずはゼロマルさんからのコメント、僕らはただホタルの光を聞きたいだけなんだよというシンプルなコメントです。ありがとうございます。まあ、今作ね、コアロンにもあった FIFA なんじゃないかという声もありますので、ホタルの光流れる機会減るかもしれません。そしてウッチャンさんからのコメントです。今作のオモナゴを見てゾゾタウンを運営する前澤友作氏がこいつを月に連れていくと発言したものということで、そういった IT 業界の方にもいよいよ届いているということです。もうマンチェスターシティ風に言うならブルームーンに僕も連れてってください。ということでですね、今回はリオンとの試合になります。前回からルール変更がありましたので、残り2試合もこちらに座ってらっしゃるポンの P さんの方がプレイする形になります。さあ、今回の試合引き分け以上でグループリーグ突破、リオン戦で決めることができるのでしょうか。それでは試合の方に行ってみましょう。さあ、ということで試合前に両チームのスターティングメンバー見ていきましょう。マンチェスターシティは変わらず 4-3-3 のフォーメーションです。今回はアグエロ選手のゴールに期待したいところです。さあ、一方リオンの注目選手の方はフェキルです。フェキルですね。さあ、ということで試合の方に行ってみましょう。リオン対マンチェスターシティ、マンチェスターシティはこの試合に引き分け以上でグループリーグ突破決定、絶対に勝ち点が欲しい試合になります。勝ち点3でグループリーグ突破決めましょう。1位突破が決まる可能性もありますね、勝ち点10と6なので。いきますよ、はい、さあ行こうぜ。これで決まる。勝ったらもう1位突破決まります。全選手休ませます、次の試合は。Vincent Kompany plays alongside Nicolas Otamendi in central defence. Kevin De Bruyne starts alongside Fernandinho in central midfield. And leading the line is Sergio Aguero.いやー、オッケー、出てくれ。よし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 、助かった。いやー、すごいよ。タイミングフィニッシュ使ってきてます。練習したんでしょうか。悪くないシュートです。違う、マスとかスローってなんだ。マスとかスロー、いやいやいや、コンプリート、コンプリートです。それでも嬉しいよ、視聴者は。会社の成長を見ていきたいから。嬉しいね、視聴者も。変わってるよ、そういう姿勢も。よし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 。なんだよ、そっち。そういうとこ見てほしかった。今の俺は違うのか。いやー、気持ちいい。ちょっといい声必死で生きてるよ。惜しいなー。いい焼き消しだったけどちょっと入りませんでした。おー、ケビン・デブライネ、おー、ケビン・デブライネ。いやー、きついか、左遷戦きついわ。自分で言ってもらったけど、怖いよ、このボール。いやー、ダラブ。いやー、危ねえ。危ねえ。そうじゃ、そうじゃ、ダラブ。出ないの。かなりスピーディーな展開になってきてます。あー、オフサイドでしょ、これ。オフサイドでしょ。先進はいる、カメラマンしかいないけど。
どう、な、なんだと思ってます先進の。あ、逆側だった、ごめん、間違えた。はい。いやー、ペップ、ペップのせいにすんだろ。いやーきついか、モノバレ。いやー、まずっ。おっ、助かった。それ通らんの。さあ、ここでディレイディレイ。まずい。絶対罰を押さない。そう決めた、俺は。おーし、よしよし、集中してるぞ。OK、OK。決めよう、決めよう、この試合で。しっかり抑えられてるよ。前半は問題なし。これ決めたい、1位突破を。焦ってくるはずだから、こっちから焦ってしまった。あ、やばいやばい。あー、押さえた。打つとでしょ。いやミスった。マジでミスった。変なことしちゃったよ。もっと外見たり、いろいろできたり。いやー、危ねえ。 OK、 追加。あー、ちょっとシルバーに探せるには、ここか。メンディ、でも落ちたでしょ。そっちだよ。そう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 。出っ張りでしょ。 OK、 OK、 OK。 逆行こうとした。あー、手前ね。そうじゃー。おー、すげー。いやー、それなら。ギリギリまで待つ方攻撃。いや、今の惜しいなー。あー、今出すんだなー。いやー、ひどい、ひどい、痛みにしちゃった。もう過ぎてなかった。恥ずかしい。見ないで、このまま絶対カット。絶烈カットです。完全にタイミングしてミス。発射ミスしました。さあ、スターリングに変えてマフレーズ、ダビド・シルバーに変えてギュンダン投入です。中盤とサイドの強度増していきます。惜しいなー。あぶねー。いやー、出せんか。まずまず。オッケー。オフサイ、よし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 。マジで。いやー、オフサイか。出さなきゃよかった。オフサイないの。いや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 、どっち。マジただ外しただけ。やめて、そのセルフをあのラウドジャッジを。相手を油断させる。スリーなんだ。それセーフでしょ。それも、ね、もうやめて。マジ普通に外したわ。関係がピーって触れ鳴らしたもん。じゃOK、 普通には超ビッグチャンスをただ外しちゃっただけってなっちゃったよ。いや、もう意味わかんないね。まずい。あ、落ちたでしょ。やめてって言うの。バッチオフサイド。よしよし、あんた嘘だもん。
おーちょ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 やばいやばいやばい、この時間だけやめて、マジ出して頼む、クリア。いやーまずい、大事タイミングかおーええで、オッケー、あよしよしよし、おいバカ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 、もう行ってくれでいい、出ないで出ないで、そこかい、抑えてなんとかこらえてオーケー、おいおいいたのか、いやおいマジだマジだ、やばい、そっちじゃないよ、もう一個だよ、ちょっとこれはあの高い上の結果、あの波紋を巻き起こすかもしれませんが趣味的にいきます日焼けを狙って、向こうが動かないことを狙ってリーグ突破という狙いでいきます。あの日本代表の戦い方に関しても監督かなり腹をくくった戦術でいきます。全然俺ら勝ち点1もありだぞ。オッケー、オッケー、やってる、これでやってないでよ、おい絶対切り返せ、まずいって、おぉー、あぶねー、おーちょ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 、勝ち点1を得る結果です。これはよろしいでしょう、いいでしょう、これは誰も、いや、なんでだ、やってるのあなたですよ周囲の中、アウェーで勝ち点1というのは、これはもう、勝ちに等しいドロー、非常に価値のある勝ち点1と言えるでしょう。スコアレスドローではありますが、勝ち点1をゲット、高い女子大ではもうこれ1位突破決まる可能性もあります。順位見るのは楽しみです。なの外しちゃうか、タイミングじゃないんだけどな、よしよしよし、今の危なかった。さあ、ハイライト振り返っていきましょう。これはね、決めたかったよ、すごいよかった、よく止めたな、これそれしかないもん、あじゃ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 あ、うん、ダイブしてるつもりしかないから、うん、それでいいじゃん、オーカーがちょっと荒くれてんだよな、いやいやいや、蹴ってるあんたもね、おいなんで自分で絡まってんだよ、いやーこれはタイミングフィニッシュを完全に見せました。あ俺は打ってる、さあというオフェン、あーしよしよしということで最終節を待たずして決勝トーナメント進出かつ1位突破確定です。よしよしよしブレーリーグになった、なんでだよ、あなたがそうしたんですこのリーグをよし、素晴らしいリーグになりました。まあ、私はもうこれは怪我人のコールなどもしてもちょっとメンバー流します、さすがにこれは。さあということで試合前両チームのフォーメーション見ていきましょう。まずはマンチェスターシティから、まあ、今回も1位突破決まってるということなので、メンバーはまあだいぶ入れ替えています。主力の選手はまあ一部控えに入っているという状況です。しっかりとね、決勝トーナメントに向けて戦い方を定めていきたいところです。さあホッフェンハイムの注目選手の方はクラマリッチ、クラマリッチ選手、ツートップで1回ですね、こちらの選手に注目ということです。それではグループリーグ最後の試合早速いってみましょう。いいですね、いいですね、おい読んで何も言わねえんだ、Introducing the starting players for Manchester City. Emerick Laporte starts alongside Vincent Kompany at the back, and the main forward is Gabriel Jesus. This is how the visitors are set up today.
いやーひどい、それはひどい。I've certainly taken this group by the scruff of the neck. Yeah, cruise control first place. No, ああ、ちょっといらない、いらない、変なことは。はい、大体。オール！オール！マジで。許さが出てしまった。おいおい、やめろって、今日から俺は。おいおい、ちょっとごめんなさい、かなり緩い分出てしまって、こうせっかくしてくれたのに、エデルソンが。ちょっとよろしくないな、これは。取り返します。ベスト16で消えるんだ。じゃあ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 、思い出作り。じゃあじゃあじゃあ、マジで。ひどいな、ちょっと。これはまずい。さすがに決めてるとは、ちょっとお粗末すぎる守備。どうしたのか。この試合あまりお粗末。ちょっと防御球は一応入れ直してほしい。いや、ループか。は？違う。何がです？違いますね。まずいな。誰もいないか。まずい、こんな足りない。いやあ、危ねえ、危ねえ。ニコ・シュルツ、マジか、マジか。おーい、おい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 、今のはちょっと完璧やられたな。いやー、これきせい。ちょっと反応も遅れてしまいました。いやー、俺は止めらんねえなー。Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they kept going and going. いやー、強えなー、ちくしょー。ちょっと後半巻き返したいと思います。前半は完璧に、劇を飛ばします。見てくれてる人の気持ちを考えろと。アフタイムでは壊れてるから劇が飛んだようです。ちょっとなー。And after such a lopsided first 45 minutes, is it possible to think they could turn this around?OK。 ちょっと流れを変えたいところ。マブレス変えます。狙いね、スターリング、ちょっと予定外の出場になります。頑張ってくれ。1点から始めたいですね。いや、マジで。バナダ・シルバー、いやー、まだ散った。全然タイムフィニッシュ分かってない。今のはひどいわ。普通に打った方がいいぐらい、あれだったら。ちょっとちゃんとタイムフィニッシュやんないとな。マジか。いやー、危ねえ。ちょっと粗末な試合だけど、まあ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 、いいでしょう。これはカットで打撃力3試合負けてはいないから。なんで3試合負けてはいないからって。いや、こっちで負けてはいないし、勝ってます。いや、まあ、リオンファンは本当コメントお願いします。コメント欄、本当は本当は違う、もう休ませてる選手が言ってるんで、選手が大奮起してくれるはずです。時間取りだけか。
ファーストレグでもう本当に息を止めてしまいましょう。それが狙いです。ということで、決勝トーナメント進出チーム決まりました。ちょっとじゃあトーナメント表最後見ましょうか。トーナメント表とかじゃないから、はい、抽選だから。はい、失礼しました。抽選の結果こちらになります。ドルトムント、ユベントス、バレンシア、レアル、バルサ、アトレティコ、あれここはアトレティコ、ドルトムント、あ、インテルは落ちてますね。パリ、リバプール、コモティフ、シャルケ、バイラン、アヤックス、でシティ、ホッフェンハイム、ここレアルとローマですね。でユナイテッドはまさかの敗退です。グループステージ敗退となりました。次回の動画は、アヤックス対マンチェスターシティのファーストレグ、セカンドレグをお送りします。ファーストレグはアルティメット、セカンドレグは彼が登場するという形です。ファーストレグで試合を決めてしまいましょう。それではまた次回の動画、スタジアムでお会いしましょう。さよなら。もしね、今回のリオン戦の最後の引き分け狙いという形でご意見ある方はコメント欄の方にお願いします。失礼します。シティでああいうことしていいんですね。僕はします。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押してバモバモバモコハロンチャンネル登録しようよ、このボタン止まらないぜ、おーコハロン。